どうも白玉です。動画について少しご説明をできればと思い今撮ってます。去年の9月ぐらいから、演奏動画をアップしてますけど、ベースそのもののまず音の心地よさを、届けられたらいいなと思い、それをなるべく、はい、楽しい形で、やれたらと思い、撮っています。アップしています。そして今後は少しずつまた模索をしながら形を、変わるかどうかわからないですけど、なるべく、楽しい形を考えていけたらと思っています。で動画 の横にこうベースアンプを置いてるんですけど、そこに僕の好きなアーティストの CD を置いてたりもするので、少しそのお話をさせていただけたらと思います。まずビリー・ジョエルなんですけど、本当トータル的に好きなアーティストで、歌もピアノも、曲も歌詞も好きで、ストレンジャーとかはまあマイナーな暗い感じから明るい感じになる感じが良かったりとか、なんか曲のリズムとかもすごい好きだったりします。で因島にいた頃に日時というスーパーがあったんですけど、そこに、そこで曲が店内で流れてて、こう電子ピアノの 音と歌がこう建物の中にこう響いて、非常にこう幻想的な感じがあったのを覚えてます。はい、すごい思い出深いアーティストでもあります。で次がミルト・ジャクソンというジャズのビブラフォン奏者なんですけど、こう、まあ、鉄金属を叩く感じの方なんですけど、はい、まあ、ジャズのサウンドをもう作った方なんじゃないかなと思うんですけど、はい、非常にこう金属を叩くんだけど、こう音は柔らかくて心地いいというか、なんかマレットが叩く棒が先が大きかったりするらしいんですけど、ね、非常にこう好きなアーティストですね。一時ちょっと音楽を作るのに行き詰まった時があったんですけど、過去に、しばらくこうあんまり音楽に感動できない時期があったんですけど、ふとまあ、また音楽を聴いてみようと思い、このアルバムを聴いたらこう非常に感動できたので、なんかまあこれも思い出深い、このアルバム、思い出深いアルバムですね。はい、これあとクインシー・ジョーンズが参加してたりしてて、結構、ミルト・ジャクソンとしては珍しくこう弦がストリングスが入ってたり、はい、するアルバムなんですけど、まあミルト・ジャクソンはどのアルバムも結構良かったりします。ちょっと話にまとまりがなくてすみません。これは別に特に置いてはなかったんですけど、まあ、ベーシストのマーカス・ミラーですね。マーカス・ミラーも本当10代から聴いてたり、ライブも何回か行ったりしてるんですけど、どうしてもイメージ的にはこうスラップのこう弦を弾いたり叩いたりするイメージが強いと思うんですけど、結構ツーフィンガーでこう弾いてるのが良かったりして、なんかマーカス・ミラーってでももうベーシストというよりかはもう一アーティストという、はい、イメージというか認識をしています。あと YouTube でシタール奏者と2人でやってたりする動画がアップされてるんですけど、それもいいなと思ったりもします。はい、ほとんどアルバム聴いてます。あ、そうだ、ミルト・ジャクソン金属を叩くって話しましたけど、カリンバとかも非常に心地いいですよね。これも、はい、心地いいです。そんな感じでちょっとまとまりのない話になりましたけど、お伝えさせていただきました。では失礼します。